たこ焼きもなかなかね難しいからね。ああ、慣れがいりますもんね。そうそう、うん、美味しく焼けんのにまでは ね、鉄板やってすぐにはだってなじまへんからね、ひっついたりで、ひっついたりするからね、なじんでもね、ひりひつしたらね、うん、さーっと焦げるやけどね。ああ、なるほどね。はい、そんなに欲しいやね。ほんでお金置いてね。ああ、それがええね、その方がね。その方がね、うん、そんないつもベタリ焼けてないからね。ああ、なるほどね。ブランカーと忙しいからね。うん、大体みんなそうでしょ、自分の思うように考えて買ってあげてるっていう頭に、よく見たら食べたくなるんでね、つい。そうね、買ってあげてるっていうような頭にいたはるから。ああ、そう。ああ、そうやから、ちょっと待ってんのにもさっと嫌やからさ、はいはいはい、できてて当たり前っていう。うん、皆さんこんにちは、はちまるです。さあ、お待たせいたしました、小ネタ集、もうご好評にお答えしまして続編でございます。今回は、たこ焼き屋のおばちゃんとのさりげない会話からスタートいたしました。はい、そこで買ってきたね、イカ焼き、これね、夕飯にちょっと添えてみました。関西ではお好み焼き定食とかたこ焼き定食とか、もう普通では考えられないような組み合わせがございます。まさにこれは、まあ言ってみればお好み焼き定食の一つ。はい、粉もんにご飯、粉もんにご飯です。はい、関西独特のね食文化なんです。これなかなか美味しいですよ。でもこれね、ちょっとソース味でダメですか、ダメですかね、関西では常識です。さあ、続いてはですね、琵琶湖で、琵琶湖でってやないな、この間最後に浜大津行った時に買ってきた、近江台系のワンカップ大関って言いかけましたけど、それ違うね、ワンカップと揚げたての唐揚げです。これ家の近所でね、いつもね、すぐ揚げてくれる揚げたての唐揚げ、もうこの組み合わせも最高にうまいですね。うん、全然脂っこくない、薄皮でね、パリッパリの薄皮で、これね、以前、私のこの作品にも出ていただきましたレッドさんにも一回ね、味わっていただきましたけど、美味しいって言ってましたね。はい、続いてこれ献血です。献血ね、私毎年2回献血やるんですけれども、今回もやってまいりました。はい、やってきましたよ。で、今回はね、10回目記念ということで、10回目だったそうです。私それまでは紙のね会員カードとかでやってたんですけども、その後この磁気カードに変わってから10回目ですよ。で、記念品が出ますんでって言われていただいたのがこれ、なんだと思います？これ、別にまあいいんですけど、これ付箋紙なんですよ、ポストイット、商品名で言うと。付箋紙ってあんまり使わないんですけど、できたらボールペンとかの方が良かったかなと。あとはこれ、キティちゃんのねシール、これもね、どうなんですかね、どこで使います？ボールペンとか消しゴムとかラインマーカーとか、そんな方が良かったんですけど、贅沢言っちゃいけませんか。だってシールもいらんしね。はい、さあ来ました。私がいつもうだうだと休日になったらね駆け込んでる近所の電気屋さんです。はい、ここ行くと必ずコーヒーが出てきます。何も買わなくてもコーヒーが出てきます。はい、ありがとうございます。いつもごちそうさまでございます。コーヒーが出てきましてね、いろいろと雑談をするわけですけれども、その一角にはこのような1980年代を象徴するようなですね、これなんだ、自己破産申請かなんかしましたね、山水電機さん。当時のね、山水のこの名機ね、英雄シリーズのアンプが2台も置いてあります。
まあ、ちゃんと動くんですよ。あのちゃんと動作確認私店長と一緒にやりましたから、ね、ただ置いてるだけなんです今は。もったいないですね。その横には同じく散水のチューナーもあったりします。これどうすんのって店長に聞いたんですけど、ふーんって言ったままね、貝のように口を閉ざしてうなり込んでしまいました。はい。それから、この間タイが洪水でね、だいぶいろんな日系企業も、大打撃を受けたという話がありましたけれども、その中でこのカセットテープがね、もう今すごい減産になってるんですって。その工場がやられてて、で、店長がね、いやこれはカセットテープはいるやろっつってね、大量注文して、どうもね店先にいっぱい並べてるんですよ。こんなにでも注文して売れますかねって僕は思わず言っちゃいましたけど、これ余剰ストック抱えて逆に赤字になるんちゃうのって、ちょっと注文しすぎやでって言いましたけど、うーんって言って貝のように口を閉ざしたまま黙ってしまいましたまあいいんですけど、はい。これなんかね、まあダットとかこの辺いいですけど、シャープの書院ってなんかすごいね、フロッピーディスク、年代もんじゃ。はい。続いてはこれ、とある週末の、80の昼食です。私1日1食なんで基本的に昼食は取らないんですけれども、たまに、週末とかのお休みの日は軽く昼の食事を取ったりします。でね、この日はホタルイカがいっぱい、買い込んであったので、まあ大体ね、3月4月この時期冷蔵庫にはいつも一皿以上のホタルイカが入ってます。でそれをね、あ、ちょっと食べようと思ってね、いただいてるんですよ。はい。これと、まあ、あと野菜ジュースですね、はい、の組み合わせでね、週末はいただいてたりします。仕事してる平日は食べないですけどね、絶対こんな、うん、週末はちょっとね、ちょっと冷蔵庫の中覗いたりして、なんかないかなとか思って、だいたいホタルイカがあるかなみたいな感じなんですけれども、ちょっとつまみ食いをしております。はい。美味しいんですよ、ホタルイカが。もう今のね、時期限定でございますから、はい。もうこの時期逃すと食べれないんでね、沖漬け以外は。はい。で、野菜ジュースはもちろん、伊藤園さんの1日分の野菜。まあ、濃いではないんですけど、今回飲んだのは。これね、カンカンがあるんですね、1日分の野菜のカンカン。紙パックとかは知ってましたけど、カンカンもあるんだって初めて知りました。はい。続いてがですね、これ、前回の作品で、しばらく浜大津ともこれでお別れしますといった作品があったかと思います。もうちょっと立て続けにね、2週間おきぐらいに行き過ぎてたんで、ちょっと最後にしますねって言った時に行った浜大津の帰り品、これお茶屋さんによってね、買ってきたんですよ。うちの80のお袋が大好きな希少なお茶がね、ミシガンのお土産店になかったんで、もう直接お茶屋へ行って買ってしまえと思って行ったんですよ。でそこでこの赤ちゃん番茶と、あと希少なお茶ね、比叡山やったかなを、買ってきました。でね、私以前ネットで注文した後でこの店に直接行って、向こうのおかみさんとお話ししてる作品をアップロードしてたと思うんですけど、あれがね初めてお会いした1回目なんですけども、それから、これを買ったね、その最後の浜大津に行ったという日まで結構、1ヶ月以上日にちがだいぶ空いてたんです。でもうね、まあ、言っても飛び込み客みたいなもんですから覚えてないだろうと思って、まあこの日最後にこの比叡山と赤ちゃん番茶とこうなんか買おうと思って行ってね、これとこれとこれとくださいって言って、でこう待ってる間、向こうのおかみさんからね言われましたよ。いや今回も遠いとこからわざわざありがとうございますって。いや覚えてますやんと思って、もうてっきり僕忘れられてると思って何も言わなかったんですけど、ちゃんと覚えてくれてました。感激やな、もう感激しましたよ。はい。でこれがね、いつもそのお茶屋さんでお茶菓子に出てくる茶菓子、これもちょっと買ってきました。家でね、ママさんと一緒にいただこうと思いまして、お茶を買いに行くとね、必ず、お茶とこのお茶菓子が出てくるんですけど、そのお茶菓子も買ってきました。はい。というわけで、まあこれでね、
ちょっとしばらくの間浜大津ともお別れですと言った、その日に、お茶屋さんで買ってきた、品々がこれらになります。はい、さて続いてはですね、砂肝のネギ塩炒め、これがねなんかすごいですよ。砂肝のネギ塩炒めですよ。これ美味しいですよ。こんな調理の仕方あるんだと思ってました。私はね単にこう甘辛く焼いてというのしか知らなかったんですけど、でこれにねあの例の沖縄の島唐辛子を振りかけるともう絶品。このピリッとした辛さと食感が酒の魚に合います。さて続いては新子の話題。3月の上旬2月の下旬ぐらい、新子もねだいぶ小さかったんですけど、もう1ヶ月経ったらこれちょっと成長しすぎやろうっていうぐらいでっかいんですよ新子が。はい、これには驚き、そしてこれにも驚きました。まあビールのおつまみにまあ新鮮なこと、動いてますよこれ。ちょっとね悪いけど私ダメなんですよ、動いてんのは。もう新鮮すぎるのダメ。うん、あの止まってみたいな。皆さんどうですか、これでビールのおつまみいけます？はい、動いてます、新鮮ですね。うん、これ以上新鮮なもんないよ。パックされて動いてますから中で、これ飼育セットになるんじゃないですかこのまま。はい、買えますよね。さて続いてはですね、これ宅急便で届きました。着払いです。はい、だいだい色なんで着払いですけど、どっから届いたかというと和の国琵琶湖推進協議会通販センターです。え、何買ったの？実はですね、はい、琵琶湖一周ガイドブックです。自転車で琵琶湖一周の旅へ行こう、入門者必須、なんやこれ入門者必須じゃないな、はい、ぐるっと琵琶湖自転車の旅、あの見どころとかね、いろんな解説がされてる本なんですよ。これをね持って私今度は、周りの景観を楽しみながら、まあ、いつの日か分かりませんけれども、もう一度琵琶湖を一周してみたいと思っております。はい、またしてもホタルイが出てきましたけども、ここは、話題は違います。船寿司です。ここの話題は船寿司ね。はい、またしても近江台形が出てますけれども、これ何個か買ってきたんですよ。はい、なんで、これ2本目ですけども、これと船寿司茶漬けをいただきます。ホタルイカもいただきます。はい、もう海の幸満載。あ、海じゃないな、ごめんなさい、船寿司は海じゃない、川魚です、失礼しました。もうあの魚介類満載といったところですか。はい、というところでね、まあ破れたオムレツも映っておりますけれども、はい、ある日の夕飯の準備を、ママさんがしているところですね。はい、で、今日は、私のメインディッシュは船寿司です。これね、後で出てきますけど、この船寿司にもね、あの沖縄県の島唐辛子すっごく よく合います。船寿司好きな方ね、一度島唐辛子っていうのを探して買ってみてください。でぜひこれをねパッパッパッとちょっと振りかけてみてください。ものすごくいい味になりますよ、ピリッとして。うん、船寿司が好きな人だったらわかると思います。それにピリッとした風味が加わると抜群ですね、と思います。さあ続いては変わり種のお菓子をご紹介します。小池屋から出ているチキンラーメンポテトチップス、まあこういうねコラボが最近流行ってますよね、いろんなところで。でこれはチキンラーメン味のポテトチップス、本当にチキンラーメンの味すんのと思っていただきました。まあ80点、70点から80点でしょうか。まあ言われてみればという感じですね。はい、言われなければちょっと考え込んでしまいますですがこの絵をじっくり見ながら食べると、ああチキンラーメンやって思いました。はい、で続いてはね、カールチョコレートがけです。ミルクチョコがけって書いてますね。これなかなか美味しいですよ、美味しかった。うん、まあだいたいパフ系にねチョコレートコーティングするっていうのは、まあ昔からのまあなんていうんですかね、まあ順当な手法というか、まあ絶対失敗しないですね、大体ね。うん、チョコがけっていうのは。さあ続いてね、これもね浜大津最後の、日に買ってきました、海の家というお土産屋さんで買ったんですけれども、湯葉の
食べる湯葉ですね。これね、私湯葉好きなんですけど、あんまり美味しくないわちょっとごめん、はい。で続いては森永の小枝、ミスタードーナツとのコラボですか、エンゼルフレンチ、フレンチクルーラーというのがありましたけれども、それの味わいということですね。これもねあのさっきのチキンラーメンのポテトチップスと一緒、この絵を見ながら食べたら、ああフレンチクルーラーやと思います。見なければわからない、はい、わからないです。なんだかなという感じはしますが、洗脳されてわかるという感じがします。はい、まあそれでもね、面白いですよ。当たらずもというと語弊があるか、遠からずというか、そんなとこですね。まあいい当たり、まあ直球勝負で70点ぐらいいってるんじゃないでしょうかね。はい、でこれはねママさんとかにも食べてもらいましたけども、あ言われてみればって言ってました。そういう感じの味わいです。悪くはないです。さ、最後の話題はですね、これ80家でも何年も長年使用している入浴剤、癒しの湯です。パパイン酵素がね、汚れた赤を分解して除去してくれるんですよ。なんでこれずっとガールセン癒しの湯というやつ、もう何年ぐらいになりますかね、5年ぐらいは使ってますかね。もう我が家愛用の入浴剤です。汚れがね、使ってるだけで、そのお湯に使ってるだけで汚れが溶け出してきてきますんで、汚い話ですけども、湯船の下、そこのところに赤が沈殿してくるんですよ、汚れが溜まってきて。いいと思います。入浴剤好きな方にはぜひおすすめですね。そういう混ぜ物が好きな方、私混ぜ物好きなんで、お湯は透明なんより、はい、そういう方はぜひまだという方はお試しいただきたいと思います。というところでですね、4月までの、小ネタ集、話題もう溜まってた部分をこれで全て吐き終わりました。さて、2012年ゴールデンウィークはもう目の前まで来ております。実はですね、まだはっきりは決めてないんですけれども、ゴールデンウィーク、400キロ弱の、サイクリングに出かけてこようかと計画をしております。はっきり言って天候次第なんですけれども、行くとすれば4月の30、5月1日、2日の2泊3日となります。でね、今回はその行った先に、その現地に、琵琶市の時に私をサポートしてくれる、そうお約束いただいた大親友も実は現地に招いて、向こうで、1日遊びたいというふうに計画もしております。これもちゃんと大親友にも話してね、もし僕天気良かって言ったら呼ぶから来てやって言ってるんですよ。楽しみです。というところで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。